皆さんこんばんはでは日本語のニュースでございますコロナと戦いにおいて国際会議からの支援を続けていますフランスのマクロン大統領は8月12日ベトナムに60万7回分のワクチンの供与すると発表しましたハンガリーも11日ベトナムに10万回分を供用と発表しましたマクロン大統領はチッタの攻めで次のように書き込みました パンデミックと戦いに勝つためには、ワクチンのアクセスが世界的かつ平等に保障されなければなりません。そのため、フランスはコーバックス配分の枠組みで、ベトナムに67万回分のワクチンを給与することを決めました。11日、ハンガリー政府もパンデミックに対抗するために、10万回分のアストラゼネカワクチンと、10万回分の迅速抗体検査キットをベトナム政府に給与することを決定しました。 エンビラミック防止におけるハンガリーのベトナムへの支援は過去70年間のベトナムとハンガリーの良好な包括的なパートナーシップ関係を証明する貴重な前者であるとともにパンデミックとの戦いにおける総合休養性を表しています。 8月12日、県康省は生産、工業及び事業所での新型コロナ感染予防と予策に関するガイランスを全国の各省市の人民委員会に発行しましまた。保健省は、学省市の人民委員会に対し、各地域の流行状況にふさわしい予防計画および保健所の一般的なガイランスに関する計画を策定するために関連機関に指導するよう指示しました。 各所持の人民委員会は、重複の回避、迅速に対応できるために、各機関・企業における新型コロナウイルスの感染予防と管理の計画の実施などの確認・監視を行う責任があります。また、保健局は従業員のスクリーニングと定期検査を実施するよう、各機関・企業に指導する責任もあります。具体的には、陰性相例のない企業の場合は、 毎週、RT、BCR による20%の労働者のスクリーニング検査を行い、寄せそれがある場合は、少なくとも50%の労働者の検査を行わなければなりません。宮内省人民委員会は、新型コロナウイルスの影響で、起床を希望するデスズー・コロナウイルスにサボートに関する文書を発出しました。 東内省人民委員会の委員長は東内省の傷病へ社会問題局におな機関として行動するよう求め東内省警察軍事司令部 運用局、保健局、区、内省工業団地管理委員会などと協力するとともに、首相の指導に従って適切な支援の行う計画を立てるために、各県軍の人民委員会は、各所市の輸ノ機関と積極的に協力するよう要求しました。新型コロナウイルス感染症を抑制するために、 政府収支の感染対策に関する7月31日、公連第1063号、政府収支の公連開発計画に関する、農内省人民委員会の委員長の文書第987号、観光庁の公連第5220号および、上記の各省人民委員会の文書を含む指示公連の発出しました。 英雄のトップ外交官は11月に開催される健康上のサミットに向けた公実効果ガス排出量の削減についてより野心的な傾向・目標を設定するよう各国最大経済大国に呼びかけました報告によりますと北京郡では現在約3800床が設置され濃厚接触濃厚接触者の隔離から 完全さに変換された8つの隔離エリアを含む30カ所の濃厚接触者の集中隔離エリアを管理していますトンフースンには隔離機関が隔離機関が終了した後ホストテルに戻った濃厚接触者がいますがホステルが封鎖されているため戻ることはできません それで、道軍はこれらの対象者に対し、一時的に松楽の文化的な海野に滞在するように提案しました。道軍、道軍はこれらの対象者の一時的な隔離施設として文句高校を引き続き利用することで合意しました。 ソーシャルメディアで au 外務安全保障担当上級代表のジョーシェップ・コレル氏は現在の課題はすべての主要経済国が会議で2030年の野心的な目標を設定することを確実することであると述べました英国では排出量の中和への取り組みと同時に au と米国は今年排出量を削減するためのより高い目標を設定しました バイデン大統領は、本日、高果ガス排出量を2050年までに実質ゼロを達成することを公約しました。また、AU27 カ国も6月下旬に可決された気候法にこの目標を盛り込みました。COB26 は人類にとって地球温暖化の早くの影響を制限できる重要な機会とみなされています。